マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオブラザーズシリーズスーパーマリオコレクションスーパーマリオコレクションはファミリーコンピュータの発売10周年を記念して1993年7月14日にスーパーファミコン用のアクションゲームとしてニンテンドが発売したゲームソフト略称はマリコレ販売本数約212万本 リメイク作品の中では単品において最も売れたソフトである。2010年10月21日にはスーパーマリオブラザーズの発売25周年を記念して Wii への移植版が発売された。さらに2020年9月3日にはスーパーマリオブラザーズの発売35周年を記念してスーパーファミコンニンテンドースウィッチオンラインの収録作品に追加された。 ファミリーコンピュータで発売された以下のマリオシリーズ4作品を高画質、高音質にバージョンアップし、セーブバックアップ機能を付としたリメイク版として収録。パッケージには、スーパー、マリオブロス、1、2、3、USA と記載されている。また、タイトル画面後のゲームセレクト画面では、それぞれのパッケージ画像とともにその下部に、スーパーマリオ1985、 スーパーマリオ2986、スーパーマリオ USA1988、1992、スーパーマリオ3988と記載されている。欧米では、スーパーマリオオールスターズに解体されたほか、日本と同様の4作品収録の通常版とは、別に、スーパー NES 本体同梱限定版として、スーパーマリオワールドのリメイク版を追加したバージョンも、 発売された。また、欧米では日本における、スーパーマリオ USA が、スーパーマリオブローズ2として発売されており、それまで日本での、スーパーマリオブラザーズ2が未発売となっていたが、今回欧米で、初登場となり、その際に、タイトルが、スーパーマリオブローズザロストレベルズに解体されている。後にゲームボーイアドバンスで発売された、 スーパーマリオアドバンスシリーズは、アドバンス1が本作、コレクションに収録されたリメイク版、USA を、アドバンス4が本作のリメイク版、3をそれぞれベースにして、さらに追加要素を加えた一色となっている。2020年には、マリオの30周年を記念して、本作と同様のコンセプトで開発された、スーパーマリオ 3D コレクションが、ニンテンドースイッチで、 期間限定で発売された。オリジナルの FC 版、ディスクシステム版に比べ、全般的に、グラフィックの書き直しや、音楽のアレンジが行われているほか、スーパーマリオワールド同様、ゲームデータをセーブし、電源を切ってもセーブしたワールドから再スタート、できるようになっている。ゲーム開始時には、1、2、USA、3のパッケージイラストが表示され、選んだ格。 タイトルごとにそれぞれ独立したファイル ABCD の4つのセーブデータから選択してスタートする。また、USA 以外にもタイトル画面に専用の BGM が用意され、それぞれ別の曲だが、USA のタイトル BGM も含めすべて、1、2の水中ステージの BGM のアレンジとなっている。二のタイトル画面がオリジナル版のスーパーマリオブロス2から変更され、 スーパーマリオブロス日本スーパープレイヤーズと表記されるようになった。ゲーム中の効果音は主にスーパーマリオワールドのものが流用されているが、キラーが砲台から発射されたり、ボム兵やボブが爆発する効果音は本作のオリジナルである。セーブデータには4タイトル4データで、それぞれ別々にプレイヤー数、残り人数、最も進んだワールド、 所持アイテムキャラ別のクリアしたエリアの数などがセーブされる。また、1と2はハイスコアも同時にセーブが行われる。一度決定してしまったプレイヤー数はそのセーブデータを消去しない限り変更できない。なお、別タイトルのセーブデータはすべて独立しているため、全タイトルを同じ箇所のセーブデータでクリアしても得点などはない。全体的に敵の攻撃が オリジナル版よりも正確になっている。操作方法は、スーパーマリオワールドと同じく、B ジャンプ Y ダッシュのタイプ A、FC 版と同じ A ジャンプ B ダッシュのタイプ B の2種類から選択可能。変更されるのは、B ボタンの操作のみで、XY ボタンは常にダッシュ、A ボタンは常にジャンプとして扱われる。初期状態では、タイプ A にはり振られている。 ボーナスステージやボス戦に本作オリジナルの専用 BGM が使用されており、他にもオリジナル版と使用箇所が異なっている BGM がある。その他の変更点を一下に示す。スーパーマリオブラザーズ、スーパーマリオブラザーズにシステム関連裏ステージに、ついて、スーパーマリオ USA スーパーマリオブラザーズ3、欧米版オールスターズでの変更点スーパーマリオワールド、 日本国外の SFC にあたるエセニス本体セットマリオセットに同梱された限定版スーパーマリオオールスターズスーパーマリオワールドに収録日本未発売以下は任天堂公式ガイドブックスーパーマリオコレクションよりスーパーマリオコレクションスペシャルパックは2010年10月21日に発売された WEO ソフト スーパーマリオ25周年キャンペーンの一環として、期間限定生産として販売された。スーパーマリオコレクションの復刻移植版に加え、ブックレットと CD が入っている、スーパーマリオヒストリー1985から2010が同梱される。対応コントローラは、バーチャルコンソールのスーパーファミコンと、n i n t e n は、Wii リモコンだけでは遊べないのに対して、Wii の本作は、 バーチャルコンソールのスーパーファミコンと同様に、クラシックコントローラと任天堂ゲームキューブコントローラに加え、ウィールモコンにも対応している。そう点は、ポケモンショックから約13年後に発売をしたため、フラッシュ表現に関係されている場面を、すべてスローモーション化や点滅エフェクトなどに変更されている。また、ワイド表示の場合、バーチャルコンソールのアーケードソフト以外のソフトと、 大乱闘スマッシュブラザーズ X の名作トライアルの体験版ソフトと同様左右に黒枠がつくピラーボックス表示となる復刻移植版のためゲーム内容はスーパーファミコン版とほぼ同じであるスーパーマリオコレクションスーパーマリオヒストリー1985から2010スーパーマリオコレクションスペシャルパックに関するカテゴリーありがとうございます